仏教伝来以前は、日本にも肉食文化がありました。熊、イノ、鹿、鶏等を捕獲して食していたようです。仏教が伝来され、教義が整理統合されていくうちに、肉食は汚れとの概念が生まれ、仏教の浸透とともにそれが一般化していきました。精進料理等は、肉食の禁止により、人間の体に必要なタンパク質を摂取する手段として考えられたものという説もあります。では、どうぞ。日本食大好きマイクニビトマークさんが再び来日、北海道を食べ歩くビデオが話題になっていました。香辛料を使わずに美味しいのは日本食だけだと語るマークさんが、今度は北海道の魚市場を訪れて、日本一の海鮮料理を堪能しています。そんなビデオに、海外からは多くの絶賛の声が寄せられていました。日本の札幌にいる。小樽に行く。海鮮やウニで有名なところ。三隅市場。駅を出て、すぐに魚市場がある。小樽に来た一番の理由だ。毛ガニとウニは北海道の名物。ここの港ではないけど北海道で水揚げされてる。戦死時代の魚みたいだね。まるで蛇みたいに皮がむける。八角。写真を見た瞬間に食べなきゃと思った。エキゾチックだから。わさびで食べよう。とろけるのとは違う柔らかさだ。ピュアな味でミルクっぽい。今度は醤油で。新鮮でクリーミーで、美味しい刺身だよ。盛り付けもすごいしね。ウニ丼。北海道産のウニは日本一だから。北海道の東沿岸のものらしい。口でとろけたよ。美味しいなんてもじゃない。魚介の複雑な味とご飯の組み合わせが最高だ。ご飯とウニだけってのが最高だよね。ウニの味だけで成り立ってる。美味しいから何も入れなくていいけど、わさびを入れてみるよ。ご飯と混ぜるだけで溶ける。感動してる。信じられない。ウニは食べたことあるけど、一口単位だったし、丼だとレベルが違う。ウニドリームが叶ったみたいな。毛ガニ。毛ガニ初めてだけど、毛がすごく柔らかいんだね。唐の卵を食べてみよう。これは予想してなかった。すごい。初めての味だ。人生最良のプリンかも。身はすごく甘い。魚っぽい味がして最高だよ。身と卵を合わせると絶妙だよ。タラバガニに似てるけど、毛ガニの方が苦味の複雑な味がある。濃厚なカニの味がする。魚市場だけで小樽まで来る理由になるよ。他の国からだろうとね。他にもいっぱいお店があるけど、ここはすごくフレンドリーで種類が豊富だった。小樽の有名な運河を歩くよ。お土産店とか博物館が並んでる。メロンライス。ナルトや唐揚げ。もち粉が使われてる。めっちゃ美味しい。生姜も入ってるね。温かくてサクサクだよ。こりゃうまい。他にすることないし、札幌に帰る。小樽の目玉はやっぱり魚市場だね。日本食が低カロリーなのは確かですが、薄味かといえばそうではなく、地方の郷土食とお濃いめのものもあります。